マグロ1000円でいいよ。どうお父さん見てて、ほら社長1000円でいいよ。うん、1000円でいいよ。あ、じゃあもう一個、もう一個ね。店長、アイス系だ。ダメだ。あれ助けろ。你跑什么呀？防着点好。你没戏了，店长说你笑得像个小孩。我笑了吗？这不过是个借口而已。应该谢谢这个拒绝你的店长，干上这活就没法下你的围棋了。我带着他两个月了，一个子儿都没下过。你太正经了，我再借给你钱。我不赊账下围棋。别打肿脸充胖子。我要去买货了。哎，有空找你下一盘。好啊。一つでもなくしたら大変だからね。だくなんでこんなところに小石を落とすのかね。全部拾えた？よいしょ。その雲石は随分年季の入った代物だね。中国の小石でしょう。ご乗車ありがとうございました。次は並木通り、並木通りです。ご乗車ありがとうございました。ドア開くまでお待ちください。
僕、手伝う。手を出さないで。助けはいらないの。一緒に降りたんだね。ちょっと話でもしようか。仕事は見つかった？さっきアルバイトの本読んでたでしょ。こんな時代だからなかなか仕事なんか見つからないでしょうけどね。ホテルの清掃係でよかったら紹介できるんだけどね。私によくしてくれるお客さんがいてね。ホテルの清掃係探してるって言ってたもんだから。ちょっと電話してくるわ。ですけど、もうあれほらこの間言ってた話なんだけど、私中国の人と知り合いになって。ああそうですか。じゃあお願いします。工作了，你们放心吧。嗯，我一切都好。来，主播快来这里啊！我告诉你一个诀窍，不管日本人说什么，听没听懂，你只有一个动作，先点头，同时大喊一声。はい、これは内外きれいに磨くの。はい。ぼーっと突っ立っててさ、本当に分かってんの？ぼーっと突っ立ってんじゃないよ、こっち行ってよ。ちゃんと覚えとけよ。今月試用期間だ。試用期間、わかるか？もういい、行け、仕事に戻れ。こら、待て、俺についてこい。次はフロントだ。あの小僧どっか抜けてんじゃないの？ここはホテルの顔だから。清掃は入念にね。髪の毛一本、切り一つ許されないからね。はい、僕やります。内藤さん、はい、こいつ新人の。私は吉流です。うん、シーツ変えといて言うたのに、風呂から戻ったらシワクチャで汚れたまんまやんか。ほんま頼むで。申し訳ありません、すぐに交換しますから。はい、後でチェックするからね。はい。ねえ、 Can you speak English?日本に来てそんなに経ってないでしょ。僕、東京に来たばかりで。Can you speak
English. Yes, of course. Bokuwa, Tokyo ni kita bagali.爸妈，我想你们。你们在干嘛？到了吃饭的时间了吧？家里的菜真香，吃饭总是那么热闹。我吃了，真的吃了。我想吃妈妈做的豆芽菜了，是绿豆的那一种。あら、それ聞いたんですけど、日本にあまり行くと思やしないですね。あ、そうね。僕は行くとてもやし試したいです。まずお茶にしましょう。うちにあるものは何でも自由に使って構わないからね。はい。こんにちは。こんにちは。俺は翔一。あのばあさんの孫。お前は？僕は吉龍です。中国人です。イカライさんと会ったばかり、友達です。友達？迷子の間違いじゃないの？まあよかったね、親切なばあさんと出会えて。幸せもんだよお前。俺実の孫だろ。だけどお前もさっき見たろ、遠くから会いに来てやったのに全然優しくしてくんないからな。村の人から聞いたんだけど、お前囲碁の天才なんだって。ここに来る途中錦糸町通ったの。俺あそこのボーリング場で働いてる。ボーリン？ボーリング分かるか？頑張れよ。暇な時よ、ボーリング場遊びに来いよ。友達いっぱいできる。
調子良さそうじゃないか。次の大会はサトルが優勝するんだもんね。万年サイン返上だよ。あ、翔一さん見に来てくれるんでしょ。どうだかな。もちろん翔一は来るわよね。あ、ちょっと近い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 。こう斜めに振り上げる。あー、七子にばっかずるい。翔一さんなんか言ってよ。もうサトル、七子に手出すんじゃねえぞ。怖っ。よく来たな。これかっこいい。中国人。なあ、遊んでけよ。友達紹介する。どうだ。よし。美容師だから朝早いんだ。あいついい女だぞ。台湾人だって。うっせんだよ。うっせえとなんだよ、この野郎。僕の部屋行きましょう。誰がおめえの部屋なんか行くかよ。どうせ汚ねえ部屋なんだろ。まだ飲み行くんだよ。何か俺とはもう飲みたくねえっつうのか。せっかく長くもいねえんだからよ。飲み明かそうだよ。君江さん、はい、干し大根あるかい？うん、あるよ。下板橋の坂下のばあちゃんから頼まれてんだ。うん、わかった。シビオ、マシャン過来。私のところにもう一袋あるからね。はい、これ中国語で東洋か教えてあげろ。自己的活自己做。はい、おはよう。全部出るといいね。よし君、あの二人中国の新聞社の人だって。你好、私たち高州報の記者です。你好，我姓李。有关你在日本的围棋谁是和松口，我们想做一个专访。没有什么好采访的，我
我刚到东京不久。取材ですか？知ってましたか？この人は囲碁が強い人なんです。囲碁？囲碁できるの？すごい。あ、梅津で常連さんがいるじゃない？あの人囲碁がすごく上手なのよ。あ、ごめんなさいね。お邪魔だったわよね。いらっしゃいませ。我们要不要下去坐一坐？お泊まりですか？ジリュウ、日本に来てからもよく囲碁は打ってるんでしょ？下过，经常跟自己下。我们来同时想告诉你，你知道电视台围棋擂台赛吗？よし、よし、開けてくれ。庄司さん、開けてくれ。どう？開けてくれ。閉めてくれ。閉めてくれ。どうした？七子の店だよ。薬やられちゃって。早く病院行かないと。ダメだ。你在干嘛？今天工作累了，正要睡觉呢。我看你是心累了吧，熬了骨头汤，过来一起喝。你喝吧，我睡了。哎，金彪，大丈夫ですか？紙くれ、それとペンも。ちょっと待て。俺人殺した。殺した。おはようございます。あら、よし君、こんなに早く。あ、どうぞ入って。はい、朝ごはん食べた？なんだの、翔一が必要になったんだね。そのお金はね、翔一のお父さんがあの子の将来のために貯めておいたものなの。あの子早いね。よし君、迷惑かけるね。あの子のことはあの子に任せることにするよ。人にはそれぞれその人の生き方があるからね。
お帰り。おばあちゃん、来ました。渡してくれと言いました。ばあさん、他に何か言ってたか？自分で聞いてください。よし。じゃあこれからじっくり日本語教えてやるよ。緊張すんなよ。教えた通り読めばいいだけだよ。もしもし。何も言わないで僕の言うことを聞いてください。祥英现在和我在一起，他伤得很重。中国国想你明天晚上七点半一定要到大森火车站。你不要再问了，我会在那等你。お前今何喋ったんだよ。何喋ったんだよ。哎，自分囲碁強いんやって。ちょっと一曲言っとこうや。時間もらえるようにチーフには言うてあるから。あ、参ったよ。めっちゃ強いやん自分。莫西莫西，是我，对不起，我迟到了。你现在在哪儿？我在附近。祥一不能来，他让我给你带来一张银行卡，一会儿我会把它放在这个电话亭的电话簿里。那笔钱我不会用的，你赶紧带他到医院去，然后治他的伤。我也是这样劝他的，祥一说他现在不能去医院，他……那就去买药，治伤，然后用那笔钱。不然能逃到国外去，你听懂了吗？我明白，不过我还是希望你能够当面劝劝他。现在只有你能帮他。喂，喂。よしる、何か用？実はお願いがあります。僕の友達、怪我しました。ひどいの？でも、病院には行きたくない、あの人は。僕の代わりにこの薬、買ってくれませんか？難しそう。僕ならもっと難しい。うん、分かった。やってみるわ。
お願いします。食べてみて。笑わないでよ。中国の餃子、真似で作ってみたの。今年も関東ナンバーワンをかけて熱い戦いが繰り広げられます。決勝戦は五星寺にて行われ、対局の模様は生中継でお送りします。皆様のご参加をお待ちしております。詳しくは大会事務局まで。ナナコ、さよなら。おはようございます。おはようございます。おはよう。あ、おはよう。旬だね。そうだよ、裏山から取ってきたんだよ。じゃあ新鮮だね。あさって5月28日より第23回関東アマチュア囲碁選手権大会が開催されます。予選リーグは28、29日の2日間。君江さん、一野が本院にて午前5時より。すみません。五十嵐さんですよね。あ、私ナナコです。翔一の恋人です。翔一は怪我をしてます。ひどい怪我なんです。そのことご存知でしたか。このままだと長くは持ちません。病院に行くよう、あの人、説得してもらえませんか。あなた、死にかけてる人、見捨てるつもり。誰もあの子を救えないんだよ。
あの子を救えるのは自分自身なんだから。そういえばそういう日本の言葉あったわね。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花だって。これだったら漢字だけでもわかるでしょ。うん、大体わかります。こんなのもあるわよ。両手に花。両手花。両手に美人がいたらどうする？美人。太鼓ですね。来週祭りがあるんですね。世の中移り変わりが早いからね。祭りの時は家族三人でよく出かけたもんだけど、それももう三人って誰ですか？明日僕が野菜運んで東京に出ます。それはダメ。助けはいらないって言ったでしょ。それに吉君にこんな仕事させられないでしょ。アルバイトです。お願いします。困った子ね、おばあちゃん困らせて。よし君、翔一はあなたと一緒にいるんでしょう。翔一はたくさん教えてくれます。僕の日本語ちょっと上手くなったでしょ。あの子に言ってちょうだい。千葉には今でも五十嵐ってうちがあるからね。花じゃあ私
何の花？バラの花です。よし、起きてんだろ。全然寝つけなくてつれえからさ、なんかしてねえと。囲碁しましたか？囲碁か。どうぞ。小一の打ち方、僕の友達に似ています。友達は本当にうまいです。名前を劉よしと言います。劉よし、逆に読めば僕の名前と同じです。よっこ打ち方。鼻血か？大丈夫か？大丈夫。昔から怖いです。小一、以後、いつ覚えましたか？そんなんとっくに忘れたよ。以後なんてクソくらいだ。よし、なあ、ちょっとお願いあるんだけど。バケ野郎。去吧。你赶快叫小英走。啊？他们来了。バカ！他们動き変態。なんですか？またいるつもり？早く消え帰っていられるな。そっちだ、行け。はい、待て、止まらんか。
願い。お願いだから、私と一緒に田舎の病院にいて。正直バカ、あなたにはつきあい切れないわ。さよなら。大丈夫ですか？我从来没有见过比他还要固执的人。他就拜托你了。こんばんは。おばあちゃん、僕、今会所に進みました。小一が電話で確かめてくれた。吉の成績、予選リーグのトップだったんだ。それじゃあお祝いしないとね。今日はちょうどお祭りだし。乾杯。乾杯。行きます。お孫さんもお揃いで。
開いてるよ。また漢方飲ませるつもりじゃねえだろうな。おばあちゃん言いました、明日絶対に病院に行きます。心配すんな、俺の体は俺が一番分かってんの。ばあさんに俺からそう言っとくよ。でたらめダメです。分かったよ。いや、聞こえたよ。昨夜あのインターネットで見たんですけど、彼がプロの棋士だと。いや、それは違います。誤解なんです。それは誤解ですよ。いや、でもインターネットには。以前彼にインタビューしたことがあります。プロじゃないことを証明します。我知道了。いじめよ、すじやら、先進一番案内お願いします。急いで。込みは6目半、持ち時間は1人60分で切れ負けとします。それでは始めてください。お願いします。すいませんが、ご説明いただけますか。はい、本当に申し訳ありません。はい、下真棒。おめでとうございます。有一件事我不得不和你说明一下。你知道吧，这个比赛是一个业余选手公开赛。主催者側が言うには、君は中国でプロの段位を取ってるって。本当に申し訳ありません。主催者としてはこんなことは避けたいのですが。ただ組織委員会の規定がありまして、大会規則を変えることはできないのです。あなたは素晴らしい棋士です。才能がある。この点は我々も認めます。如果我刚才输到那场比赛，就什么事都没有了。你别生气，你需要我向他们做什么解释吗？しゃくめなんでできない。我不是一个职业选手，是他们搞错了。説明してください。はい、すいません。実は中国の劉氏というプロ選手と名前を間違えられて。
藤理事長、翔一です。こんにちは。はい、はい、五十嵐翔一です。おかげさまで祖母も元気でおります。今一緒に住んでますよ。はい。お願いしたいことがあって電話しました。はい、実は中国人の友人のことなんですが、今開催中の囲碁大会に出場して決勝に進むはずでした。ですがアマ大会にプロが出てると主催側から失格扱いにされてしまって、いやでも誤解なんです、彼はプロ資格を取ってません。僕は知ってます。はい、そうです。仕事やめるんだ。どうして？研修終わりました。もうやりたくない。ねえ、最近私のこと避けてるよね。そう？どうしてか知ってる？彼は吉野とは関係ないし、私にとってもどうでもいい人よ。どうでもいい。わからない。あなたたちは同じ男なのにどうしてこんなに違うの？ねえ、教えてよ。我是中国人。再见。加藤理事長、祖母に電話を借ります。なんとか私たちの力になってもらえないでしょうか。はい、お願いします。在这过得怎么样？挺好的。他呢？他也挺好的，只是回千叶了。回千叶？他回千叶做什么？回千叶能治他的伤吗？我都已经躲到这里来了，他还怕什么？他怕连累你。你应该劝劝他。没有用的，他认为这样就是爱，不然我也不用躲到这里来了。你应该很了解他，他很固执。就是这样的固执，现在会要了他的命。可能也就是因为他这样的固执，我才能和他成为朋友吧。虽然有时候他固执起来就像个混蛋。你真的不要命了吗？
果我从这里跳下去，你说他的想法会不会变？不会，绝对不会。よしよし。僕多分決勝出れません。東京都杉並区在住の名取秀樹さんと中国からの留学生吉流さんが見事決勝に進出しました。決勝は千葉県の吉流で。よしおめでとう。あれお祝い盛大にお祝いしないとね。ほらほらもやし炒め、はい、天ぷらどうぞ。もう何年も囲碁の対局見てないけど、あんたがどんな碁を打つのか今度は私もテレビで見るつもり。よし君はどこで囲碁を覚えたの？僕の故郷、みんな囲碁を打ちます。うん、僕、小さい頃から覚えた。うん、おばあちゃん、囲碁できますか？もしもし、五十嵐です。うん。なんとかな。うん、大丈夫。もうだいぶいいんだ。いや、いや、それはいけないよ。俺はその金いらないんだよ。病院リニューアルするんだろ。俺のことは心配すんなよ。長野の坂口先生に話しておいたからね。あそこなら安心だから。明日決勝が終わったらな、田舎が懐かしくなったよ。決勝戦いよいよ始まりましたね。はい、吉流さんの先番ですね。
初手小目から始まりましたね、はい、白は星ですね、はい、さんが、こちらにかからずにこちらの辺の方に展開しましたね、はい、そしてその分黒はこちらにしまったわけですね、はい、でまたこちらに白が、展開しまして、この黒のは黒は2隅ねこの、確実に地を取って白はこう辺の方に展開するので、黒の実利と白の厚みの展開になりそうですね、はい、すごく大きな字がまとまりそうで、はい、これ白はこのねこっちの勢力は勢いがあって、こっちもあの大きくなりますね、はい、とてもいい勝負に見えます。吉野、囲碁、父さんの打ち方にそっくりだな。おばあちゃん、吉を決勝戦で打たせるために加藤理事長に会いに行ったんだろう。初一、お前のお父さんが死ぬ間際にね、初一はまたいつかきっと碁を打つだろうって。
負けました。おばあちゃん、よく来たね。僕、ダメでした。この一手は正一がよし君のために打ったものよ。正一、正一はどこですか？昨日療養のため長野の実家に帰らせた。すごい。よし君、決勝の一曲打とうか。明日ね、村の人たちが私を見送ってくれるんで、お礼に私たちの囲碁を見てもらおうと思って。よし君が黒石で、どう？並べましょうか。始めましょう。盤面5目ですね。おばあちゃん、勉強になりました。どうもお世話になりました。元気でね。元気でね。本当にお世話になりました。ありがとうございました。ありがとう。どうもお世話になりました。元気でね。ありがとうございます。元気で、はい、元気でね。本当にお世話になりました。元気で。正一のお骨だよ。あんたのために取ってたんだよ。じゃあ
元気でね。お世話になりました。君江さん元気でね。元気でね。お世話になりました。ありがとうございます。お世話になりました。君江さん元気でね。元気でね。本当にありがとうございました。体気をつけて。忘れないよ。自慢の大丈夫ってから。元気でね。忘れないよ。自慢の大丈夫ってから。頑張って。元気でね。你知道萧一吉去哪了吗？老太太没告诉你吗？她去农村养伤了。她去天国了。石兰婆从长野嫁到了千叶，与祥一的爷爷结成了围棋世家。那个婚礼真盛大，日本的围棋名流几乎都到场了。后来，他们把祥一的父亲培养成了日本的一代大师。不幸的是，爷爷病故不久后，父亲也因车祸去世了。五十兰婆一手带大了祥一，教会了他一手好围棋。在他十二岁那年，还获得了新人大赛冠军。可是，祥一高中毕业后，突然厌恶了围棋，一个人到了东京，丢了围棋，祥一就好像失去了梦想。我第一次见到五十兰婆的时候，凭女人的直觉，我知道她比祥一更倔强。おめえ諦めんの早いんだよ、臆病も。
以後ナンパと同じだよ。諦めんなよ。頑張れ。五十嵐さん、こんにちは。こんにちは。お手紙です。どうぞ。どうも。今日は調子がいいみたいですね。僕の負けです。名取さんもすごいです。特に布石が。父さん、こちらが中国から来た吉龍さんです、うん、よろしく吉龍君。どうも社長。君のことは息子から何度も聞かされてる。何でも囲碁の天才だとか。どうだね、うちの会社に来て働かんか。働きながら碁を打てばいい。ありがとうございます。でもそんなこと僕は考えてないです。
带你回国吗？没呀，我坐日航。我还听说挺便宜的。もしもし。おばあちゃん、元気ですか？今学校終わりました。え？日本金？収穫金？五十嵐先生ちゃいますの？いやあ、ほんまや。いや、僕前から先生の大ファンなんですわ。いや、長いことお見かけしませんでしたけど、どないしてありました？いや、とにかくものすごい強いのよ。はあ、それめっちゃ強い。よし君、元気だった？おばあちゃんは？ああ、おかげさまで。ほら、これがその通知書。あちこち回って、ずいぶん時間がかかってうちに届いたみたい。お世話になりました。僕はおばあちゃんのおかげで強くなりました。残念だけどね、翔一は来られないんだよ。でもね、あの子は故郷でよし君のこと応援してるからね。さあ、行きなさい。議員の人たちが待ってるから。自分の碁をしっかり打つんだよ。おばあちゃん、頑張ります。五十嵐先生や。五十嵐先生来はったで。